今日はですね、新しく購入した GoPro Hero 9の試し撮りも含めながら、この ADV150 を買おうかな、どうしようかなと迷っている人たちに、Q&A 方式でお話しできればなと思っております。それでは行ってみましょう。全然、むしろ左手でリアブレーキを操作できるということは大きなメリットだと思っています。コーナー進入時もそうですけれどもですね、一番大きいのはやっぱり U ターン時、それから押したり引いたり取り回しですね。この時に左手で、リアブレーキを操作できるというのは実はとても強みになります。150cc という排気量は実は ADV150 でしか経験がないんですが、パワーに関して言うとこれ全然ほらご覧の通り、過不足なくというか何の不足もありません。十分いけると思いますよ。確かにその気持ちはよくわかります。任意保険にしても、四輪のファミリー特約が使えるからすごく安く上がりますしね。125のメリットはあります。だけどね、125cc はちょっと困るなというのは、ツーリング派の自分としては、痛感することがあります。それはつまり、バイパス、自動車専用道路は走れないところが非常に多いということなんですね。旅に出ていて初めての道を走っていると、途中でいきなり 125cc 以下通行禁止なんて標識が出てきて、ふざけんなよと思うことが多々あるんです。そうなんですよ。僕もね、買う前にそれが一番気になってたんですが、実際にこれはね、まだってみることをお勧めします。確かにシート高が高い、数値としてはね。でも、あの出来栄えのいいシートのおかげでですね、意外と足つきはね、悪くないんですよ。それに全体がほら、車重が軽い分もあって、そうね、つま先ツンツンっていう人はちょっと考えるかもしれないですけれども、ほとんどの人は僕みたいな短足でも何の問題もなく乗りこなせると思いますよ。非常に良いです。何度も YouTube に上げてますけれども、満タン方式で、そうですね、だいたいリッター47、8普通に行きます。これはもちろんツーリング時なんですが、じゃあ街中だけで、長距離で使っている場合はどうかというと、その場合もですね、45前後、ちょっと切るぐらい、で全然いい燃費で走ってくれて、経済的であると思います。これね、この日は実は業務スーパーで買い出しもやってきたので、実際の写真をお見せしましょう。こんなに入りますよ。前にも YouTube にあげましたけれどもね、かなりスポーティーな走りができると思ってください。オンロードもそうですし、オフロードもそこそこいけます。これは最低位置情報が高いからどこも擦らないということと、前後のディスクブレーキの塩梅が非常によろしいんですね。
めちゃくちゃコントローラブルですから、そうやって考えると結構スポーティースクーターと呼んでいいんじゃないかなと思います。うん、そう思います。買いでしょこれは。皆さんもぜひ ADV で楽しいオートバイライフを。それじゃあまたね。